あの兵藤君、せっかく来てくれたんだし、何かコーチとしてアドバイスとかないかな。そうだな。じゃあ俺も聞きたいんだけど、お前は自分と他人の区別がついてるか。え、何言ってるの。何って、そうだな。試合なんて外野が何言ったって、選手は勝手に生きたり死んだりするものだから。全然アドバイスになってないよ。もっと具体的なのない？しょうがないな。ああ。よっこらせ。ちょっと、何乗ってんの？せっかくだから。は？だってほら、お前はアドバイスがどうのって言っただろ。だから何？肩甲骨を剥がしてやろう。あのごめん、今なんて言った？ああ、つまり筋肉をバラバラにしてあげていいかなって。本当に何言ってるの。ダメ、それ確実に試合に支障が出るでしょ。遠慮はいいって。ひどいことになる予感しかしないんだよ。うるさいな。スポーツ選手が老後以外を怖がるんじゃない。じいちゃん助け。試合中の軽食といえばバナナよね。バナナは裏切らない。ああ、バナナに夢中か。なんだよ、信用しろって。兵藤君のアドバイスって正直言って身になった試しがない。うっかり脱臼とか肉離れとかさせられでもしたら。痛くない。絶対嘘。脱臼。うわあれ、ジンジンしてるけど痛くない。当たり前だろ、ただのストレッチなんだから。若けりゃ癒着も少ないしな。じゃあ次、逆肩いくぞ。ねえ、これ何の意味があるの。股関節。股関…次は足をやるから。兵藤君もうやめて、地獄だよ。 あ, 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 あ